さんこんにちは、フラットカーチャンネルです。本日は友人の車フォレスター STI スポーツにじっくり試乗させていただく機会をもらいましたので、早速乗っていろいろフィーリングを確かめてみたいと思います。そういうあれじゃない、うまいか。友人横に乗ってます。いろいろ話も聞きながら走行できたらと思います。では早速出発、山道ですからね、ワインディングを走ってみたいと思います。では出発します。まずインテリジェンスモードで走ります。すごいスムーズやね。そうですかね。いや、オーナーやろ。1.8 リッターの VN レボーグと同じエンジンを搭載してるみたい。合ってるかな。いいよ、カーブどんどん連続しても滑らなかったら OK です。 OK。 やっぱ慎重やな、最初は。人の車やかん。そうだね。おー、なんかいいね。フィーリングでって言ったからな。フィーリングで楽しむ。どこまで行ったの？ちょっとまっすぐ行こう。 OK。 いや、ええな、でもほんまに、うん、普段抜きで SUV にしたら多分軽い走りやと思うねんけど。もう大人2人乗ってるけど全然パッパ楽しみです。お、これあれ CVT も専用やんな。専用で、新たに、VN も一緒かもしれないのはずですよな。変速のあれは早いな。 2.4 リッターのやつはもっとなんかスポーティーなやつで、なんか早いっていうのを売りにしてたけど、もう十分やな。今 VM 乗ってますけど、やっぱり遅れるよね、回転数が戻ってくる。これ、あ、速い。なんか、ぬるってくるやん。それが、ないね。ないというか、レスポンスがいい。めっちゃ、スムーズやな。全部が。これな。あ、ちょっと湧いてるから、はい。いいな。硬すぎずやな、バネが。いい感じ。そこそこすぎてる足やな。何や。しっかりしてる。これがあれやね、STI 専用のフロントが日立アステモ。アステモ。性能ダンパーね。なんか、ダンパーの制御が2通りあるみたいで。低周波と高周波のオイルの入り口、出口、分からへんけど、が違うみたいで、なんかその、それぞれの振動を通り道分けて制御してるのかな、よくある。詳しいな、俺より。ちょ調べたけど、よう分からへん。はっきりは分かってない。スムーズやな、それが効いてんのかどうかは知らんけど、ボディもしっかりしてるから、なおさらあれやな。はい、待ってて、もう何もでも連続してもいいよ。狭い。あれ頼めもやっぱりあれやな。高さというか、そういう感じさせない。超スムーズ。普通のフォレスター乗ったことないから、比較はちょっと
要せんけども。ああ、それは俺もできないね。うん、何この滑らかさ、何やろ、ほんまに。そんなになんかな、めっちゃ滑らかや、このこのテンダ、テンダのハンドル修正ゼロというか。ああ、ほんで、なあ、狙ったラインにもう滑らかに行くよね。まだインテリジェンスモードやろ、ほんで。そう、Sモード使ったことある？あるよ、びっくりすんだよ。あ、そういや、ええー、な、ええー、車やな、ええー、車買ったな。そう、おっしゃ、第2ラウンド行くぞ。おい、とりあえずちょっとまた、あれ、あの狭いとこ見つけたら試してみたら、うん、ですちょっと上りがあるからスピード落として後ろ来てへんから、上りのめっちゃ渡りたそう、上りちょっと踏んでみようかな、ちょっと踏んでみます。うん、早いぞ。え、インテリジェンスやね、まだ。ちょっと待って、もう一回 S に変えます。変えるで、行くで、大丈夫だね。周り注意して、ちょっとスピード落として来てへん、前後ろ出ない、行くで、踏むで、うん、あかん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 、ちょっとしばらく S で走るわ。そう、あれやな、 G、縦 G 来るな、これ今後ろにこうなったで。シートに すごいな、トルク30キロぐらい、30キロやった、300ニュートンぐらいやったな、確か。うん、それはさすがやな、これ1600回転から3500回転フラットやったっけ、なんかそんなやった気する。ああ、それは分かります。トルクモリモリ、マスだった、うん、トルクモリモリやな。ちょっとパドルシフトで遊ぼう、 S でパドルシフト、これ何速か、ここか、楽しそうなんですね。よっしゃ、ちょっと前にペースがあるな、うん、バイク来てもう違うんかな、種類。なんか肌触りいいよね、肌触りめっちゃ滑らかやな、何かと滑らかやな、なんか滑らかな、あれ仕上がりの全部。スタートダッシュ、うぅ。STI を思い出した。そうそう、前 G デビー乗ってたよね。そうそうです、涙目 G デビーとか、あれも乗りたかったな。ああ、そうか、乗ったことない。もうこのランス何やろ。なんかまた戻ってくるけど、この滑らかさ何これ、ほんまにこれ滑らか強調やな。ちょ、ほんまこれ見て、このハンドルすごない、なんか一個角度決めたらもう数体思ったライン滑らかになんか入ってくれるの、これやばいな。これもう見てよ、これ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 、スバルの真骨頂かな。でもその中でもなんかまっすぐでやばい、まっすぐでやばい、恐ろしく滑らかです。違うな、いろんな車乗るべきやね、やっぱり。面白いな。なんか VN とかも乗ったけど、なんかまたちゃうんだよな、乗り味は。あっちはほんまに悩む。ボディ、ガチガチボディっていうかな、剛性高めて、足もちょっと柔らかめにしてるのかな。で、トータルバランスで、なんかスーッと。あれスポーツっていうかな、ロールがなかなかせずに走ってくれる感じで、これはなんか
違うね。音声もしっかりあるし。あるけどな、軽やかさもあるし。ああ、お腹空いてきた。じゃあこのままついて飯行くか。滑らかさよ、これ。挙動がなんやろな。すごい滑らか。テコにつけて。わかる？どういったやの滑らか以外の表現。これ、ずっと言ってるけど。ほら、わかる？これ、もうハンドル切ってへんね。切ってへんね。一回しか。やばいな、これ。あ、うるさいな、一人。なんて答えていいか分かりませんでもこれ、なんやろ、この車、ちょっと静かにして。喋ってるから。この車、インテリジェンスモードで名を発揮するというか、なあ、ミスまでやる必要ない気がするな。めったに使いませんね。なあ、冬、うん、確かに、まっすぐ。まっすぐ。より楽しみたいときはな、ちょっとバーっとな、っていうときもあるかもしれないけど、普段乗り全然、むしろ愛やな。めっちゃええな、何やねん。この先、青くて。知ってる？ないやん。スバル、やばいな。うわぁ。次何乗ろう。めっちゃ煽られてる。すいません。ごめんなさい。ほんで、あれやな。やっぱ車高の高さ感じへんな。見晴らしはすごい。あ、なんかやっぱ上からな。ちょっと低めの車しか乗ったことないから。あれやけど、右見晴らしの中、走りはなあ、スパルらしさ健在で、あれだけ、ね、車高がめちゃくちゃ低かったからね。あ、そうやな、全然変わったんじゃん。前、あのエクリス、エク、なんだエクリプスですね。エクリプススパイダー、スパイダーオープンタイプのエクリプスの左ハンドルという、なんかそこからこれに乗り換えてなあ。どう？いや、やっぱり街乗りでも全然いいし、うん、使いやすい車ですね。あ、そう。え、あれ、それと比べてどうやろ？ FF やったのに、これの方がよく回るっていう。あー、そや。あー、な、スムーズに曲がるよな。読むと思えないね。うん。気持ちいいね、このやっぱワインディングの、なあ、スバル車。走る。この辺、走った？あ、走ってるよ。あ、そう。やばい、ワインディングの方が楽しい。ああ、それはやっぱり、うん、なあ。はい、確かに。そやな、やっぱこういう道めっちゃ走りたならへん、スバル車。うちの近所もちょっと行ったら、もうワインディングいっぱいあるから、やっぱそういう道走ってたらめっちゃ気持ちいいよ。ほんこんなな、晴れた晴天直下でワインディング行きたいなら右、飯行きたいなら左。そしたら右、おかわり行こう。おかわりや、おかわり。どうぞ。あ、12時55分やからな。お腹空いてる場合ちゃうで、さっきお腹空いて言うてたけど。よっしゃー、まだおかわりやんな、まだね。まだまだ。そうやね、永遠走りたならへん、なんかほんまに。うん。スバルのこういう道。これ上りか、ええー、ね。キャンプ行くときそういう道も楽しんで話してるから面白いね。うん、雪道走った？いや、走ってない。あ、まだか。怖い。雪道走ってみたいねんな、俺も。え、助手席どうなん？どう、え、今乗る初めて助手席。あ、そうやね。どう、初めてやね。どう、快適やね。どう快適？どうって。人には厳しい、いけね。あんまりほんまに体を振られてる感がない、ね。あ、そう。そやな、運転席で、あの、なあ、G
感じるよりな、人が運転してる時の G の構え方違うもんな、まあ、それでも振られへんって、なかなかシートもしっかりしてるみたいね、 STI。 まあ、いや、たまらんな、音もしっかり聞こえてくるしな、エンジンを。あー、そうやね、ごめんなさい。これよ、怒られんねん。市街地走りながらちょっとあれしようかな、次の。やったら、まっすぐに抜けてみる、うん、せやね、ちょっと狭いけど。うん、狭い、うん、大丈夫や。 SGP やし。え使っても大丈夫。 NO。 じゃあ、i モード。街中へは i モードやな。からバスドライバー行きたいぜ、うん、これは大丈夫、多分抜けれんことはないと思うけど。そんな狭い、 2.1 メーターやからね、幅テクなんか書いてあったで、さっきだいぶ狭いな、それ。これ何倍だ、1800ぐらい。そうそうそう、余裕や。まあ、あれいけんねんから、いけんねん。え、いつじゃないよ。おお、めったに持ってやる。あ、そう、狭い。よいしょ。夜中になったら通られちゃう。あ、そうなの。横、これで、これ、うん、大丈夫。まっすぐ、まっすぐ。猫、うん、逃げて。猫、そう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 。遅い遅い。もうちょっと早いのやろな、引かれるよ。でかアンパンマンだった。いやー、もうちょっとやばいな、ちょっとなんか冗談抜きで来れるな、やばいな。そんな吹いたためになると思わんかった。いやー、めっちゃ楽しみやってん今日。ほんまに今日もどんだけ待ちわびたか、今日という日を。裏切られへんかったな、この車。これが初の SUV やけどな。めっちゃ気持ちいい。俺 SUV 乗ったことないけど。違和感ないな。ないやろ、なんやろ。もうなんやろ、あの、いい意味の違和感っていうのかな。なんか高い割に。そう。SUV やのにって、なんか。概念を覆されるような、車高高いイコールあのキビキビした動きできへんやろっていう、あの、なあ、かわいそうな脳をあの目覚めさせてくれんな、ちゃんと。分かった、なんかレゴーグとの違い。若い。ああ。若さも残してる感じやな、ちょっと。やんちゃ感が。うん。なあ、アームはほんまに。どっしり。はいはいはい、めっちゃ注意してくれるやん、この人。どれが、誰が喋ってんの、これ。何おるん、これ、この車。とりあえず、2人かな。2人多分2人かな。どのこと、この、え、これ、これレーダーと、レーダーと、車本体。ナビナビ。ああ、ナビも喋るの、なんか。あ、ナビも多分、そうやね。静かやな、ほんでな、うん、あの、この人たちよう喋るけど。なんじゃこれ、喧嘩すんな、二人どうせ喋らんとって。相性悪い。あ、またなんかやったジェスチャー。俺なんかやってんねんな、多分って。機能を切ることもできるジェスチャー。あ、どうやねん、どうやったらできるか。なんかあれ、どんどんこの辺が、あの、冷たくなってきてんね。しない間、ジェスチャーで、あの、設定温度を下げていってるみたいなね。20度まで下がってて、どれでひんやりするわけや。え、またやな。また下がった。じゃ、声のジェスチャーも入るのか、もしかして。はい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 。まだ、こっちだけ温度2度下がったね、今。何をそんな寒いこと言うてる俺。
もう待てごめん、なんか俺やわ多分そらと今音声反応あるんちゃうこれそんな頭なびはずやねんけどそんな寒いこと言うてるピーって2度下がったで。よっしゃ第3ラウンドハンドルのレイアウト全く一緒。何が？あ、これ、うん、違う違う違う。あ、違う、うん、ボタン多いこっちの。あ、そう、うん、でもレーンのあの幅のやつも、うん、VMワード1個しかない。あ、そうなの。押して増えていってまた、あ、もう一回押したら戻れてる、うん、これ上も下もあるんだな。スリングストップもスーッと止まるな。あ、気づかへんわけよ。うん、うちの車もうちょっとドゥンって止まるけど。あ、衝撃が大きいな。うん、そんなことないけど、でも、あ、切ってんなっていうの分かるし、かけてんなっていうの分かる。またあかんて、ね、どんどん寒くなっていくよ俺の席だけ。あ、グーに見えるのか。なんか言われたことないけど、お前の顔グーに見えるって。そんなこつい顔でもあんまりしなあ。どっちかっていうと醤油顔というか